どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日はコメント欄で要望がありました成長の海図の解放場所をやっていきたいと思います。最近海賊無双を始めた方はこの成長の海図の解放にちょっと手間取ってるかと思うんですよ。結構めんどくさいんですよね。で、今日は鬼ヶ島決戦のルフィ、そして鬼ヶ島決戦のカイドウ、あとヤマトですね、新キャラ3人の完全な解放をやっていきたいと思います。ではまずはルフィの解放条件からいきますね。ルフィの解放条件はドラマティックログここにあります。ここはストーリーモードなので、まあ全てクリアすると解放できるんですけども、まあ一応解放できる場所を言っていきますね。まずはアラバスタ編、ここの一番最初、いざ砂漠の国へ、熱き思いと兄弟の絆、まずここですね。そして二つ目にこれ、越えていく王家の墓の大激戦、5番目の場所ですね。この2つが、アラバスタ編で入手できます。で、続いてがエニエスロビー編に行きます。エニエスロビーでは1番ウソップ激怒水の都の大立ち回り、まずここですね。そして次は5、ここです。すべては仲間のために海賊 VSCP9、 ここです。で、もう一つあります。6番目の出港水の都さらば愛しき子分たち、エニエスロビー編はこの3つが解放条件ですね。で、ドラマティックまだまだあります。次はここ新世界突入編ですね。ここの1番です。最終決麦わらの一味、ここで入手することができます。で、そして、最後ですね。最後はここ和の国編の一番最後、和の国を開国せよ鬼ヶ島の最終決戦、ここをクリアしてください。入手できます。それプラスもう一つコインが必要になりまして、そのコインの入手方法がシャンクスの仲間レベルを5まで上げることですね。シャンクスを、5まで成長させてください。そうすると、入手できます。まあ、これが、ルフィの技の解放条件となります。多分ストーリーモードクリアするだけなので、これは簡単かと思います。続いてはヤマトですね。ヤマトは6個のコインを集めなくてはいけません。いくつか散らばっているので、こっからいきますね。ドラマティックログです。ドラマティックログの和の国編ですね、2つあります。まず1つ目は2番、ルフィを救え和の国の大乱戦、これですね。そして2つ目が4番の鬼の凄む島立ちはだかる2人の4行、この2つですね。で、そしてドラマティックログはこれでおしまいで、次はトレジャーログですね。トレジャーログには2つあります。一番上の難易度に行ってみてください。そこのこれ、じいちゃんの願いですね。このじいちゃんの願いをクリアしましょう。入手できます。そして一番下、難易度一番難しい場所のこれ5番目の海の皇帝ですね。これをクリアしてください。入手することができます。そして残り2つですね。残り2つはエースとルフィの仲間レベルを5に上げることです。エースとルフィの仲間レベルを5まで上げてください。そうするとコインが手に入ると思いますよ。それではラスト、鬼ヶ島決戦のカイドウですね。カイドウもヤマトと同じく6個のコインを入手しなくてはいけません。まず1つ目、ここドラマティックログの和の国編ですね。ここはね、ヤマトでも行った場所なんですけども、鬼の凄む島立ちはだかる2人の4行ですね。まあヤマトでも行く場所です。そして残りの5つは全てトレジャーログにあります。トレジャーログの真ん中の難易度のところですね。そこのまずはこれ、破壊の協力者です。破壊の協力者をクリアしましょう。続いてはこれ、
迫り来る災害です、迫り来る災害ですね。でその下にありますこの世における最強生物、これも、アイテムが出てきます。でもう一つここですね、ワニ野郎とフラミンゴ野郎、はい、真ん中の難易度では4つあります。ワニ野郎とフラミンゴ野郎、そしてこの世における最強生物と迫り来る災害で、破壊の協力者、この4つですね、クリアしてください。ちょっと長いですけどね。でそしてラスト1個はここです、一番難しい難易度のところにあります、ここのですね、どれだったかな、これこれ、死に場所を求めてです、この死に場所を求めてをクリアしましょう。多分一番難しいのはこれだと思います。うん、クエスト難易度がレベル15ってなってますので、まあちょっと難しいところにはなると思いますね。カイドウが、ルフィとヤマトの中で一番入手が困難ではないでしょうか。まあ難しいところ行かなきゃいけないので、うん、まあ頑張って入手してみてください。はい、ということで今日は成長の海図の解放素材の入手場所をやってみました、トレジャーログの場所がちょっとめんどくさいんですけども、まあ頑張ってやってみてください。そして成長の海図には、特殊技の解放だけではなくって、攻撃力とか防御力、あと HP、スタミナの、レベルアップもありますよね。あの素材もものすごくたくさん必要になります。全キャラクター分いるからね、ものすごく必要になるんで、あれの、入手方法なんだけども、まあ一番いいのはスペシャルログの大和万有記、これで入手しつつ魂の海図も一緒に解放していくと、まあ効率はいいと思います。うん、でも魂の海図は成長あんまりしないんですよ。あんまりレベルアップしないので、うん、成長の海図だけでいいっていうのであれば、おすすめはフリーログですね。フリーログの和の国編の4番、鬼の凄虫、ま、立ちはだかる2人の4個。ここを周回すると、成長させるのは早いです。うん、素材もそこそこ出ますし、一周、ローディング込みで、3分ぐらいでクリアできるので、まあ、どん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 回していって、成長の海図の、ステータス欄のところは、上げれると思います。はい、やってみてください。結構時間かかりますよ。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。